さんこんにちは、エリアです。今回のテーマも世界一周に行きたい女子バックパッカーの大半がぶつかる両親説得問題です。これについて私なりに回答していこうかなって思います。今回 SNS でもらったお二方の内容をピックアップして皆さんで紹介しようと思います。一つ目が、本当はいろんな景色を見たい、感じたい、聞きたい、いろんな人に会ってみたい、話をしてみたい欲がすごいです。でも周りから、特に親からはやめとけって言われてしまうし、危ないって言われてばかりで、自分もそう思ってるところが正直あるので、踏み切れないっていうお話ですかね。本当だったらアメリカに1年間留学予定だったけど、コロナで延期になってしまったので、思うようにいかない世界で、いつ次旅に出れるかわからないから、もうすぐ出れるようになったら出たいっていう、やっぱり両親になかなか言い出せなくて、どうしたらいいかわからないっていう内容をもらっています。で、お二方にはすでにもう回答させてもらって返信もしてるんですけど、これからこういう悩みにぶち当たる方もいると思うので、動画を作ってみようと思いました。そもそもどうしてそういったことに反対するのかっていうのをちゃんと向き合って考えてみるといいかもしれないです。親だから干渉したいから言ってるっていうわけじゃなくて、世界にはいろんな危険があるよっていうのを心配してくれてる、これは愛なんですよね。そこはちゃんと分かった上で説得をしてほしいです。本当に言いづらいと思うんですよ。で、本当に言いたくないなって思うと思うんですけど、口に出して言ってください。やりたいことは早めに言い出す、言いづらいことほど一番早く言うっていうのが大事かなって私は思ってます。自分のやりたいこととか、これから先のワクワクすること、野望とか、そういったプラス思考なマインドを持っていることに対して、両親はそんなに否定的にならないんじゃないかなと思います。もう私は耳にタコができるほどずっとお母さんの前で話してました。これはちょっとしたポイントかもしれない。まずどんな気持ちで自分が海外に行きたいのかっていうのはすごく大事なものになります。なんとなくっていうのも多いと思うんですけど、もちろん好奇心だったり憧れみたいなものもあると思うんですよ。皆さんはなんで旅に出たいんですか？自分の心に聞いてみてください。両親に何か心配されることを言われた時に怒りが出てきちゃったり、否定的な気持ちが出てきちゃう時はまだゴーサインじゃないって私は思っています。ブレない気持ちがあったら、ちゃんと話をしよう、ちゃんと自分のやりたいことを話そうっていう気持ちになると思うから、みんなもそのタイミングをしっかり見てほしいかなと思います。実際に私も親がすごく厳しかった人間なので、皆さんの気持ちはすごくわかるんですよ。みんながぶち当たっているお父さんお母さんに言い出せないっていう気持ちもすごくわかるし、海外に行きたい、外の景色を見てみたいっていう衝動もすごくわかるんだからこそ、その親に対してできることはなんだろうっていうのを私なり考えましたね。実際私はスリにもあったし、本当にガチでボコられるような強盗にもあったし、本当レイプ未遂みたいのもありました。回避はできたんですけど、そういうのもあったので、ご両親が心配する気持ちはすごいわかります。 SNS とかで流れてくる部分はいい面ばっかりだとは思うんですけど、もしかしたら不安になっちゃうかもしれないけど、そういうことが現実にあるんだよっていうのは伝えておきたいです。だから海外に出た後にどう両親を安心させるかっていうのは考えておくといいかもしれないです。反対された時はやっぱりちょっとモヤモヤしたりとか、なんでそんなこと言うのってずっと思ってたんですけど、途中からは親のお金で生活しているうちはお父さんお母さんが口を出してくることは当たり前なんだなっていう風に思うようになりました。なので私は長期に行くっていうタイミングは自分なりに自立したタイミングは自分なりのけじめでした。コロナの直後は各国、いろんな国ずっとピリピリしているので、本来のその国の良さっていうのがもしかしたら薄れちゃってる可能性があるんですよ。だから慌てていくっていうのはしない方がいいかなっていうのが私の意見です。
とにかく一番大事なことは自分の気持ちとタイミング。世界には絶対にあなたの可能性を広げてくれることがたくさんあるし、あなたが吸収しようと思うものは全て自分のものになります。自分が人と違うマイノリティの人間であってもそれはあなただから、そういうのをこう肯定できる自己肯定感が上がるのが旅かなって私は思っているので、みんながやっぱり思う気持ちは大切にしてほしいです。マリッソ、いかがでしたか？この両親説得問題は皆さん本当に本当に大変な壁かなと思うんですけど、その壁はあなた自身への愛だと思ってもらって、ちゃんとしっかり話し合う。話し合いができないことなんてないと思うから、何回も何回も話してお互いに気持ちよく送り出してあげたいし、気持ちよく送り出されたい、そんな気持ちで旅ができたらいいと思うので、ぜひぜひちょっとでも参考になったらいいかなと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。みんな気をつけて旅はしようね。応援しています。